4日、ニューアルバムマスカレード発売記念ライブにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。今日はですね、本当に改めまして皆様、今日はですね、初めて4日をご覧になられる方、そして何度も4日を見てお運びいただいている方、こうやって皆様とまた出会えたことに幸せを感じております。今日はですね、日頃の感謝の気持ちを一曲一曲に込めて丁寧に歌わさせていただきたいと思っております。皆様の心が癒されますように、皆様の心が豊かな気持ちになりますように、今日このコンサートが終わってお帰りになれる時には、不思議な4日からのパワーがみなぎっていると思います。短い時間ですけれども、お付き合いいただきたいと思います。そんなわけで、今回ニューアルバムマスカレードということで、このようにマスカレードは仮面舞踏会と訳しますけれども、仮面ですね、仮面をつけて登場させていただきました。いかがですか？似合ってるかな、みんな。まあ、顔が見えるって言うね。はい、というのがですね、コンセプトといたしましては、ユッカはいつもですね、今回のコンセプトはインストの曲を、中心にお届けしたし、でインストの曲を、ユッカの声で表現したくてですね、このマスカレードというアルバムを作りました。今までですと、ユッカイコール声イコール歌という感じでですね、お届けしてきましたが、今回のこのマスカレードはユッカイコール声イコール楽器、はい、ユッカの声をもう楽器と思って聴いていただきたかったからなんですね。なので、もうこうやって仮面をあえて隠して、顔を隠してもう楽器と思って聴いていただきたかったんですけれども、まず1曲目に歌いました80年代だっけ、もちトトロね、はい、流行りました、やっぱロックバンドがいますけれども、その中のチャイルドアンセムという曲をお届けしました。この曲はインストの曲で、ギターのフレーズをユッカの声で楽器で表現してみました。で、2曲目には、これはまたオーケストラの曲ですね。交響曲といえばバイオリンだったりビオラだったりコントラバス、いろんな楽器がありますけれども、そこのパートの部分をの声で表現してみました。で、ただいまお届けした曲は美しい曲ですよね。アンドレ・ギャニオンという作曲者が作りましためぐり合いという、これまたピアノ曲だと思うんですけども、ピアノのフレーズのところをユッカの声楽器として表現をさせていただいた次第でございます。はい、なので1回目、2曲目とドカーンと行かせていただきまして、大丈夫でしたでしょうか？バラードも入っておりますので、もしよろしかったらばマスカレードの発売記念ということですので、 CD の方をお買い上げいただいて聴いていただけたらなと思っております。ではですね、私ユッカだと思う？仮面かぶってると分かんない。実は私古垣真希ピアニストだったんです。こっちにいるのがユッカ。似てるでしょ、黒髪で、はい、よく間違えられるんですけど、私ユッカじゃないの、実はピアニストなの。ちょっとピアノ証明させてみるから、聴いてて。ピアニスト古垣真希です。Thank you.
ちということを証明してもらおうかな。やっぱりバレちゃいました。これ用紙がバレちゃう。じゃあ、あの本音の古垣真希さんかもしれません。Thank you.
しました。続いての曲はですね、日本語の曲をお届けいたしたいと思っております。この曲を私が作りまして、歌詞は京栄子さんという方に書いていただきました。あのタイトルは花というハイヤーハイヤーというタイトルがついております。あの私もよくですね、こういうステージでコンサートしているとお客様から花束をいただくことがよくあります。その時にですね、アンコールの時とかこうお花を抱えながら歌わせていただくんですけども、本当にこうお花からこう香ってくる、なんていうんでしょうね、もう癒しの香りというんですかね、すごくいい匂いがしながら歌を歌っておりますと気持ちも本当に朗らかな気持ちになってきます。なんかこうお花のエキスを使った心のセラピーもあるということなので、お花というのは本当に、まあ、歌と一緒で人の心を穏やかにしてくれる不思議なパワーを持っているんだなって感じております。そんな曲ですね、花ハイヤーハイヤーをお届けいたします。そしてもう一曲はラブソング、オンリーラブという曲ですね。この曲はギリシャのナナモスクリという歌手が歌っていた曲を、またまた京栄子さんという方に歌詞をつけていただきました。もう今日はご夫婦の方、カップルの方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、これはもう愛する方と一番最初に出会った時に感じたことではないでしょうか。2曲続けて聴いてください。
知ってると思います。はい、もう少し客電の方を開けてください。
けていただくと、おお、こんなにもたくさんの方にお越しいただいたんですね。ありがとうございます。実はですね、私ボイストレーニングのスクールをやっておりまして、一応先生をやっておりますが、音楽というのはですね、歌を楽しく歌うというのも大切なんですが、やっぱりリズム感がなければ、本人は楽しいかもしれませんが、聴いてる方は不愉快です、はい、このテンポに乗らないとお客様は乗り切れません。なので、音楽リズムの中に必要なものは裏拍というのがあります。裏拍、分かります？表と裏拍。この表は、えんやーこーよっとどっこいしょっとこーよっとっていう表拍がありますが、裏拍というのはジャズとか、今日もそうなんですけども、今回やるオーソリミオもそうなんですけども、この裏拍、ザッ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 が1拍目としたら、この2拍目にこのこれに乗ってほしい。ちょっとオーソリでなんか弾けるかな。私がいいよっていうまで来ちゃダメ。
気持ちいい気持ちいいね。そう、こういう感じで私が言ったことを真似して歌ってください。いいですね。まずそれが、まず手拍子で慣れること、そしておー掛け声をやること、で最後にもう一個宿題じゃない今宿題で持って帰っちゃったらダメだ。ここでやってほしいんです。私がどうやろうかな、最後どうやったっけな、ライナフローテーテーエンザーテー、どうやろ、音何の音、私スタイナフローテー、まあいいや、とにかくテーって上げてます。テー最後、一番最後私が歌うときテー言ってもらえますか。いい？よか？よかね？よか？行くよ。レイレッドオーソレのミオ。何この半分バラバラなの。ちょっとみんなちゃんと最後ぐらい決めて、ファーストの最後なんだから、最後なんですから一緒に決めてやりましょう。もう一回いきますよ。ここだけしっかりできればあとはもういいから、いきますよ。ロレアテオーソレミオ。よくなってきたじゃないの。もう一回やったらもっとできるかな。いい、次ぶつけ本番なんで、いきますよ、頼みますね。いきますよ。
しみください。ありがとうございます。